坊良平です。よろしくお願いします。はい、本日は所沢総合グラウンドでいいのかな、正式名称は。あの所沢の球場でパーフェクトフリーズさんとナイターがあるんですけども、まあ、その前にね、前回合同チーム組ませていただきました。その時にグローブ紹介させてもらったんですけれども、その時に取りきれなかったグローブ、その時いらっしゃらなかった方のグローブちょっと紹介させていただければなというふうに思います。じゃあ1人目お名前をお願いします。2回連続になっちゃいますけど、大泉でございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、はい、テクさん、はい、この前はありがとうございました。この前はねピンクでしたよね。ピンクでしたね。桜、そうですね、前回は桜のグラブで、はい、で今回その前回行った時に新しいグローブが届くよと、そういうことを聞いていたので、はい、今日届いたらしいので。そうなんですよ、間に合わないかななんて思ってましたらですね、一昨日なんと届いちゃいまして、お今日まだ片付けも何もしてない状態で。じゃあガチ新品だ。ガチ新品です。持ってきちゃいました。おお、じゃあちょっと前にドンと。こちらです。お、これは月光ですね。ほう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 、ちょっといいですか、お借りしても。はい。あ、軽いな。軽いんですよ。え、でかいけど軽い。これサイズ的にはあの僕が普段外野で使ってるローリングスのサイズと一緒なんで、はい、まあ、外野なんでちょっと大きめではあるんですけど、そうですね、今回はちょっと緑系で。これは背面が、はい、グリーン、グリーン、薄いグリーン、薄いグリーンですね、ライトグリーン。いっちゃえばミントですよね。そうですね、ミント系ですね。で紐もミント。紐ミントです。でベルト補給面がサックス。そうですね、ライトブルー。一応月光さんのラインナップではライトブルー、まあ、サックスで、そうですね、あと親指周りが白、白でっていう形ですね。刺繍をまた入れさせてもらって、薬指刺繍。はい、今回はですね、あの前回桜だったんですけど、今回ちょっと目白、うん、やっぱりまた競馬っていうか馬娘っていうかっていう感じでまた作って、ちょっとですね、あの今さっき話したローリングスの外野がもうちょっと4年くらいかな使ってだいぶへたってきちゃってて、ちょっと補給面のところとかポケットがもうそれやばいなっていう感じになってきたんで、今回ちょっとお出した次第です。なるほど、ありがとうございます。はい、ただあのこれ月光さん一番値段的には安くなる US のステアなんですけど、うん、カラーの追加とかも含めて、はい、これで27,000円。おー、めちゃくちゃ安くて。そうですね、はい、革質 US ステアだったんでどっかなってとこもあったんですけど、全然あの、うん、触った感じ全然しっとりしてますし、うんうん、なんか何に近いって言われるとあれだけど、でもそれこそ桜に近いんじゃないですか、革質的には。まあ、全然結構近いと思います。桜とは似てますね、うん、まあ、当然あの触った感じも悪くないですし、はい、補給面の革のところも全然厚みちゃんとあるので、これ全然仕立てていけばいいかな、いい感じになってくるかなと思います。今日ちょっと昼間にモンターナスポーツ寄ってきまして、社長に片付けを依頼しましたので、はい、また春くらいに出来上がった状態をお見せできればと思います。モンターナさん左利きですからね。そうなんですよ、ここはもうちょっと社長の力を借りようかなと思ってます。なるほど、はい、じゃあ実戦デビューは2週間3週間後ぐらいなのかな。そうですね、まあ、ちょっとモンタナさんに持っていける日のタイミングもあるので、はい、ゴールデンウィークぐらいにはもうきちっとこっちに本格的に入れ替え移行しようかなっていうところで、それまでちょっとギリギリまでローリングスに頑張ってもらってっていう感じでいきたいと思ってます、はい、なるほどです。じゃあね、今回も素敵なグローブ、しかも2回連続にありがとうございました。いや、たまたまオーダー紹介して、そうですね、3年前に紹介してなかったのと今回のオーダーとか被ってくれたんでこんな感じだったんですけど、はい、また今年もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこの辺入ってちょい下で。あ、もう回ってるんですか。回ってますよ。やべやべ、ちょっと。はい、じゃあお次の方に来ていただきました。お名前をお願いします。シェイです。シェイさん、お願いします。さっきね、ブルペンで投げてた時にちょろっと話したら同い年だということが判明したので勝手に親近感湧いてます。じゃあためでずっとため口でいきます。ちょっと怖いな、動画的に難しいな、なんかいつもの癖出ちゃうから、う、ね、何度か頑張りましょう、それ、はい、じゃあ使ってるグローブを前にドンと。はい、おお、これはちょっとお借りします。どうぞ。はい、やばいな、これすごいですよね、トリニティ。はい、このえワッペンラベルなのこれは。あ、これなんか期間限定らしいですよ、そのティファニーみたい、なんかもう2020年の時のかな、書いてあるのかな、なんか忘れましたけど、なんか本当にティファニー、じゃあティファニー、ティファニー言っていいのかなみたいな。ウェブに片押しが入ってますね。でエッジ付きのウェブで、これそうですね、先に行っちゃいますね、ん、内側に刺繍入れてます。そう、びっくりした、こんなところに入れるっていう。あ、そこ変じゃない、多くないですか。あんまり、あんまり僕はやったことあります。あるんですけど、基本やっぱ見えるところにするんで、あ、基本やっぱこことかが多いですね。はい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 、はい、小指2本
のグローブなんですけど、これは山本由伸投手リスペクトでこういうことね、中指に入れられるグローブを作ってくれって言って、はい無理やり作ったんだ。じゃあ、まあ、こんなものは存在しないですなるほどね、はい、アルモニアみたいな感じで。そうです。ただそれを、まあ、そういう特殊なことはできないから、そうバックこれが良かったんですよ。あーなるほど、ファーストバックで多分あれ特許あるから、このスタイルじゃないと多分できないよっていう話で。あ、まあそうですね、多分ファーストバックのグローブで中指でっていうのを、そうすれば使えるようになるよっていう、はい、無理やり頼みました。なるほど。じゃあ確かにね、思いっきり縦なんですよね、肩が縦です。で本体がダークブラウンだったと思います。ですよね、はい、で玉はみがブラックなんですかね。はい、ブラックとなっていて、はい、ちょっと大きめにしました。はい、ピッチャーなんで。ヘリ側が赤なんですね。あ、そうです。ここが赤で、なんか、はい、法規的に問題あるのか分かんないですけど。いや全然全然、赤が好きなんで。もうこれもあの今年から連盟でも使えるようなピッチャーグローブに変わったんで、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。これいつ作られました。去年ですかね。おー、はい、去年のシーズン途中ですかね。作った経緯があると。はい、うちのチームの代表が結婚祝いとしてオーダーのその工房まで連れてってくれて、はい、作っていただきました。いや、なんか前回もいたな、その結婚記念だとか新築記念の中で買った人。新築がいましたね。いたな、はい、うん。どんだけあの代表の方は太っ腹なんでしょうか。ありがたいですね、本当に。これパーフェクトフリーズさん入団しようかな土曜チームとして入団しようかないや、そうね、そういうあれですね見えちゃってるんでっていうことはやっぱもうチームとして思い入れも深まるしっていうような。もうやめれなくなっちゃいましたよね言い方悪い、言い方悪いグローバー日記で野球じゃないですけどね。まあそう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 、あのね、引っ越してちょっとお家遠くなっちゃって、いやでもこのゴンがあるんで投げ続けなきゃいけないですやっぱチーム内でね、絆も生まれてくるでしょうし、はい、とりあえずでもこの値段はなかなかガチモンの結婚記念だぞこれはっていう。これは贈り物なんで、はい、値段は僕知らないですなるべく大会だけじゃなく練習試合もっていう話をさっき僕は聞いたので、なるべくね出場しないと、なんか草野球で一番大事なスタッツは出場だって言ってたんで、うん、はい、じゃあちょっとそのグローブで、はい、たくさんさっきねいい球投げてたので、はい、いいピッチング引き続き続けてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ最後の方に来ていただきました、はい、お名前お願いします。はい、カタカナでフェンと書きます。フェン、はい、フェン、フェンです。はい、お願いします。お願いします。じゃあね、あの笑っちゃいけないんだよね、はい、笑っちゃいけないんですけど、とんでもないグローブをお持ちだったので。ああ、じゃあどっち行きます。フィーター一緒に出しちゃおう。もう出しちゃいましょう。でもれっきとしたちゃんとしたグローブですからね。いやいやいや、ちゃんとしたグローブですよ。じゃあちょっと出していただいて、はい、はいはいはい、じゃあお願いします。こっちが桜井貿易のプロマーク。はい、同じく桜井貿易のファルコン。はい、あの、ありがとうございます。じゃあちょっとファルコンからいきますか。はい、これどこでどういう風にして買ったんですか。これはファルコンにちゃんとした革のグローブがあるらしいぞっていうのを聞いて、はい、そうそうそう、あるんですよ。であちこちのホームセンターを探して回ったんですよでも売ってなくて、はい、で最終的にあの桜井貿易さんの公式通販で、はい、あ、ありますね、わざわざ注文して買って家まで届くようにして手に入れました。なるほど、ほんとそうなんですよ、革なんですよね、ちゃんと。はい、しかも内側にはこう極み取りって書いてあってきちっと取れるグローブであることをアピールしてるんですよそうですね、オールラウンドなのかな、そしてこれは。そうですね、そう、ちゃんと革ビニールじゃないよっていう、はい、まずびっくりだ。そうなんですよ、ありがとうございます。次ちょっとプロマークいきますか。はい、で、まあまあまあ、こっちがプロマークのキャッチャーミットです、はい、同じ桜井貿易ですね。はい、これも革なんですよね。そうですね、プロマークはそっか基本革か。そうですね、公式用のグラブとかもあって。そうですよね、だから公式用の方はオーダーとかもできちゃうんですよ。うん、でこれは軟式用のキャッチャーミット、はいはい、これも革でしっかりしてますね。そうですね一応思った以上にちょっとびっくりしてるんです、はい、誰も持ってないからどんなものかって全然わかんないですよね。あ、待った、俺これ好きかもしれない肩も。お、マジですか。でもお値段ってどれくらいですか。1万5000円ぐらい。あ、安い、はい、ありがとうございます。じゃあね、ちょっとなかなか見ないよなっていうのを先に2個出してもらって。そうですね、じゃあ次もなかなか見ないんですよ。ただ僕がさっき爆笑してたのはギャップが激しいんですよそれでちょっと爆笑してたんで、はい、じゃあちょっと次のグローブ、普段使ってる方のグローブを、はい、はい、おお、ちょっといいですか。シュアプレイですね。シュアプレイの外野用グラブです。お、なんかちょっと珍しくないですかこれ。
シュアプレイで親指側ラベルで、はい、このマークって親指側ラベルあんまりないイメージなんですよ。あ、何年ぐらい前かな、5年ぐらい前のラインナップで、うん、その時は親指側のこのシュアプレイの SP ラベルがメインだったんですよ、はい、なんか今なんか親指ラベルのシュアプレイってなんかあるじゃないですか、はい、あ、そうですね、あっちのイメージなんですよね。あ、確かにそっちのグラブも前使ってたんですけど、それから今またこっちの見慣れた SP のラベルに戻って、なんかこっちの方が好きです。そうですよね、牧選手のバッティンググローブとかもこっちのそうですそうですラベルですもんね、はい、結構あコンパクトめな外野手。そうですね、私自身手が小さいので、ちょっと細めで、はい、浅めでみたいなモデルを探してたところでシュアプレイさんの、そうですね、なんかオールラウンドに近いかも。そうですね、ちゃんと背面入ってるし外野用なんですよね、はい、いいな、これはちょっとおしゃれ。 ありがとうございます。ウェブもおしゃれだし、なんだろう、軽やかな外野用って言ったら、はい、足速い人が使ってるような外野用なイメージがするようなグローブです ね、ありがとうございます。じゃあちょっと最後のグローブ、はい、これになります。あと、はい、やばいぞ。ちょっといいっすか。はい。でもギャップがすごい。最初ファルコンから始まって、そうですね。プロマーク、マークシュアプレイで龍。龍はやばい。これどこで買いました。これあの立川のベマン。はい。クラしました。6万ぐらいですね。ですよね。はい。レッドオレンジなのかな。なんとも言えないけど。うん。肉眼で見るとレッドかなって。そうそうそう、カメラ通すとなんかレッドオレンジっぽく僕も見える、見えますよね。でこれはサード用ぐらいですかね。そうですね、内野外野にしたらちょっとちっちゃいかな、さすがに。そうですね、ただこれをピッチャー用として使ってて、だいぶ隠れてますからね。そうですね、結構縦ですね。そうですね、うん、じゃあもうこういう風に入ってるような、はい、軽い。デザインももちろんかっこいいですし、はい、買わせてもいいんですけど、ルーってめちゃ軽い。そうなんですよね、なのにすごいしっかりしてて。そう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 、だからこれも公式用なんで。まあそうですよね、はい、松坂投手が使って一時期ね。そうですね、話題になって、とんでもなくもうどこ行っても手に入らないみたいな。そうなんですよ、皆さん立ち部行けばいつでも手に入るんで、はい、行けますよ。一目惚れで購入ですか。そうですね、いやこれは一目惚れすってやばいよ。これはありがとうございます。なんかこれの一番のこだわりポイントってあります、はい、あーでもやっぱり手を入れた時の感触を大事にしてて、シュアプレイの時にも言ったんですけど、手が小さいので入れた時に幅が広いグラブだと親指と小指が使えるような感じがしちゃって、グローブの大きさではなくグローブの手袋のフィット感っていうイメージですね、はい、そこが良くないと、まあピッチャー用として使ってても、うん、肩崩れしますからね、はい、一番は投げづらいっていうようなのがあるんで、はい、あまりにもギャップがありすぎる4つのグローブでしたけども、はい、笑っちゃいけないんだけどね、かなり笑わせていただきました。ありがとうございます。また多分パークスクリーズさんとやる機会あると思うので、はい、ぜひねちょっと4つのグローブ出していただいて、そうですね、試合で使う機会もあったらいいですね、はい、ぜひぜひ、はい、あこのグローブだって覚えててもらえると、はい、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこの後の試合お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで本日はパーフェクトフリーズさんの、3人のグローブ紹介の方させていただきました。ちょっと僕がびっくりした、グローブたちが多かったなというような感じがします。で今後ともパーフェクトフリーズさん、よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。